私の名前は茂子富田と言います。サックハイムさんでは渡辺で通っております。アメリカの皆様、日本の皆様、こんにちは。私は1920年に東京の中野というところで生まれました。二男二女の末っ子で本当に甘やかされて育ちました。1970年にサックハイム様にお世話になるようになりました。サックハイム様はご夫妻とも大変お優しく、私をファミリーのように大切にしていただきました。私はアメリカの日本が大好きです。おにぎり、お米についているぬかとか多少のゴミもついてますので、それをきれいに洗い流して、そして炊くようにします。ちょんまげの話はね、私はそのちょんまげのおじいさんは見たことはないのね。だけどね、その明治になって私のおじいさんのお兄さん、ご飯がスイッチが切れましたらば約10分間ぐらい蒸らします。そうしないとお釜にくっついちゃいますから、もうみんな明治になってちょんまげを切らなくちゃいけなかったんだけれどもね、そのおじいさんはね、断固としてね、そのちょんまげ切らないでいた。で、ちょんまげじいさん、ちょんまげじいさんって言ってね、みんなに言われたんだそうですよ。そして、いろいろなものを、昆布とか梅干しを用意して、おのりも用意して、そして、ちょっと暑いですから、手水って、手をお水を少しつけます。そして、それを握って、中へ梅干しとか、昆布とか入れて、そして周りへお塩をつけます。死ぬまでちょんまげ言ってたんですって。そしておのりを巻いて、そして出来上がりです。私が女学校へ通ってる頃は、学校映画なんか見に行ったら不良だって言われたんです。それで映画どうしても見たい時には、その頃ね、2階3階席っていうのがあってね、そしてその3階席へ行くと誰もわからないから3階席へ入ったんで、そうしたらね、たまたまね、その隣に若い先生が見てたの。それでもうね、本当にね、両方でもってびっくりしちゃったんですけどね。そういうふうにもう厳しくてね、今のことをこう考えたら昔には本当に大変だったと思います。今の若い人は伸び伸びしてね、大きく育つし、私たちの学校時代は本当に礼儀正しいっていうか、もう先輩を通り越す時にはお辞儀をして通り過ぎないと先生に叱られたっていう、そういう時代なんですよ。私がね、小学校行ってる頃はね、洋服を着て、ちょっと私の母の家っていうのがね、小平っていうところのね、そこにね、夏休みになって行くの。そこはね、お百姓さんだから、蚕ってわかりますか？お蚕、着物に作るね、その蚕を作ってたのね。それでそこのとこ行くと、その辺のちっちゃい子供たちはみんな着物着てたの。それでもまだ中野の生まれだから洋服着てくの。そうするとその近所の農家の着物着てる子が洋服着てる私を見て泣くの、怖いって。そういう昔のことがあるのよ。だから今はね、それで今はさ、大きなビルが建ったでしょう。だけど昔はもうそういうことはなかった。広かったです。畑もあったし、この辺でもね。いろんなね、思い出があります。食べ物はね、お肉が嫌いなんです。それから特に鶏肉が嫌いなんです。
ちょっと匂いが嫌なのかしら、鶏肉の独特の匂いが。牛乳もあんまり飲まないから大きくなれなかったんだと思いますよ。私が一番ね幸せだったなと思うことはね、ニーナちゃんもマヤちゃんもケンちゃんもみんな同じに可愛かったの。このケンちゃんが可愛い、マヤちゃんが可愛い、ニーナちゃんが可愛いっていう、そういう特別なものがなかったの。だからね、長いことねお勤めできたんだと思うんですよ。でね、ケンちゃんをねおんぶして、そしてニーナちゃんとマヤちゃんを先にね、ねんねさせる。ゴリラジュース。ゴリラジュース。皆様どうもありがとうございました。笑っちゃいけないんだ。